まずはこの車の目玉である MBUX、 こちらから試してみたいと思います。はい、メルセデス。どうぞお話しください。鎌倉の大仏に行きたいな。ルートを計算します。箱根ターンパイクと清少バイパスを通るルートです。はい、これだけで目的地設定まで全て終わりましたね。他にもこんなことができます。はい、メルセデス。どうぞお話しください。ちょっと寒いんだけど。27度にします。はい、こうやってね、暑い寒いだけで温度も変えてくれました。あ、天気が気になりますね。はい、メルセデス。どうぞお話しください。明日の大阪、サングラス必要？明日の大阪市西区の天気予報は時々曇り、最低気温は1度、最高気温は9度になる予想です。こんな風に音声でコマンドを入力できるだけじゃなくて、自然な発話で人と話してるようにね、それを入力することができる、それを返してくれる、これがね、MBUX の音声入力機能の一番の特徴と言っていいと思います。新しい A クラスで今ね走り出しました。ボディのしっかり感すごくね、まあ先代に比べてある感じがしますね。なんかね、車としてしっかりしたボディによく動く足みたいな、いい車の基本みたいなものを備えてるぞというのがね、走り出してすぐにね伝わってきますね。今回のはね、ステアリングの反応は十分スポーティーだけど、こう足さばきみたいなところでは快適な感じがしますよね。悪くないですね。今結構な上りなんですけど、エンジンのパワートルクも十分ですね。排気量下がったということで、小さくなったということで、トルク不足になったりということはなくて、まあ、これ十分ですね。まあ日本の特に速度域100キロまでとかだとね、まあ、全く不自由なく不満なくいけちゃうなと。もうむしろね、なんか今ノーマルのモードで走ってるにもかかわらず、アクセルに対するね反応がすごい元気なんですよね。これはね、なんかスポーティーハッチとして十分通用するね、動力性能というかシャキッとしたスポーティーフィールがあるなというふうに思いますね。あとね、静粛性ですね。そこもね、この車はなかなか見どころだなと思います。今ね、かなり外風が実は強いんですけど、そういうのがね、こうノイズとしてあんまり入ってこないんですよね。まあさすがにエンジン音だけはまあちょっとそれなりに聞こえはするんですけども、この風切り音とかの小ささは、なんかこう、あとはロードノイズとかですね、まあ、そういうものの小ささは、クラスの水準を超えてるなというふうに思いますね。安全装備の充実ぶりも、この新型 A クラスの特徴ですね。レーダーセーフティーパッケージというものを装着すると、その装備内容はフラッグシップの、ね、S クラスとほとんど変わらないものがついてきます。アダプティブクローズコントロール、当然そこに、ね、ステアリングアシストもついて、かなり、ね、しっかりとこういうコーナーで例えば使ったとしても追従してくれますし、レーンチェンジングアシストという、ね、安全な車線変更を高速道路で可能にしてくれる、まあ、アシストなんかもついてくると。今世の中で、ね、考えられるそういう運転支援系の、ね、装備のまあ、全てをね体感できると言っていい。しかもこのコンパクトクラスでと、そういう意味でね、まあクラスの常識をねそこでも超えているということが言えるんじゃないかなと思います。デザイン、先進安全装備、そして MBUX と見どころが本当にいっぱいあるこの新しい A クラス、まあ実際に走らせてみるとね、その走りの部分でもやっと本物のメルセデスになったなというぐらいの質の高いものを味わわせてくれるようになりました。これまでこのクラスの絶対的なベンチマークとして君臨してきたフォルクスワーゲンゴルフ、これをね、もしかしたら打ち破るんじゃないかというぐらいの完成度にはとにかく驚かされました。